来るよー、服来るよー。服だけで服来るよー。服だけで、素晴らしいものがたくさんだー。ああ、今日も楽しい楽しい商店街ー。うっふ、ごきげんね、マリサ。歌なんか歌っているし、何か楽しいことでもあったのかしら？ぬっふ、だろだろ。いつにましてもテンション上げ上げの点上げなんだぜ。それに恋しよ、私が歌を歌うほど嬉しいことがあるなんて、当然のことさ。ボランティア活動ですごいものを知ったんだ。すごいもの？青空横丁にある商店街で福を呼ぶとも言われているものを見つけてしまってな。なんでも運がないやつでも強運を得られると言われていてな。そんでもってマリサ様は運にない女だぜ。だからだよ、運気を上げるためにそこへ参ったのだ。うんうん。それでそれで。そこは何とも言えないほど神聖なる場所でな。気に入っちまったぜ。だから私は竜のごとく登竜門を越えられるような気がするんだぜ。運気を上げる方法を探していたんだが、まさかこんな簡単につけられるなんて思いもしなかった。へぇ、運気が簡単に上がる。そんなものがあるんだね。私はあんまり町内のアーケード街に行くことがそんなないけど、そんな場所があるのね。それで活動中にそこへ訪れたと。でもマリサも初めて行ったんでしょ？ああ、私も今までそんな場所は知らんかった。つっても、運気が上がりますよ的なものを耳にして、気になっていたんだぜ。何が何でも運気が上がればそれでいいんだと思っていたしな。だから小石、お前もそこへ行ってみるといい。今年はとにかく運気を上げていきたいんだ。私はラッキーウーマンとして頑張る勢いもあるんだ。なるほど。で、マリサはその運気を上げて何をしたいのかしら。ジャンボくじで一等を当てるために、私は今まで散々だったんだよ。だから今度こそは運気を上げれば、当たるかもしれん。ジャンボくじか。まあ、運気がないとそもそも当たらないわよね。で、マリサ。宝くじとは別だけど、商店街にある福引きはやってきたのかしら。ああ、もちろん引いてきたぜ。でもすごい行列だったけどな。でも並んだ甲斐があったよ。引いてみたらよ、4等が当たったからな。わお、それでもすごいわね。で、どんなものが当たったのかしら。商品券をもらったぜ。まあ、大したものじゃないんだけど。一応。ふふん、いいもんもらってるじゃない。でもマリサ。あんまり運気を上げるなんて考えるのはほどほどにした方がいいわよ。おん、どうしてだ？運気を上げるのはあんまいいことじゃないんか？いや、別に上げることは悪いことじゃないわよ。でも私、運気を上げて失敗し、人生を台無しにしてしまった人の話を聞いて、ゾッとしたのよ。だから運があってもいいけど、それはほどほどにしなくちゃね。むむー、そんなことがあるのか。でも小石よ。そんなの一つの体験に過ぎんよ。さすがの私も目をつむりたくなるようなことはしてきた。それが恥じらいの化身でもなければ動じて見つめるものでもある。だからだよ。お前は心配しなくてもいい。マリサ。とりあえずお前の言う通り、限界を超えてしまわないようにするわな。それで私もボランティア活動で支障を起こさない程度にしておきたい。運気を上げてもいいけど、目の前が見えてないのが危ないからな。そういうのはほどほどにしてね。マリサもその体験談と同じような末路にたどったら、怖いんだからさ。ぬふふ、大丈夫だから。いつも心配してくれてありがとうな。何かあったら、私もすぐ連絡するよ。わかったわ。気をつけなさいよ。ふふ、まあそうだよな。私もしっかりしなくちゃ。で、この商品券、もらっていいの？マリサが当てたんだし。ああ、もらってくれて構わないぜ。有効に活用してくれ。まあ冒頭の通り、嬉しくてお前のところへ来たんだ。それに幸先のいいスタートダッシュにも見えるよ。今までは不幸だったかもしれんしな。まあまあ、どんまいだよ。霊夢さんもあなたのことを応援していたわ。
マリサはいつでも元気でけなげでいればいいんだから。いきなりどうしたんだよ。私はいつでもテンション上げてるし、元気だよ。うっふ、元気でいるのが一番なのよ。そういえば、マリサからもらったこの商品券だけど、もう一つ何かついているわよね。あの子、両面のだけ見せてきたけどさ。なんだろう。うん、なんか商品券っぽくないぞ。なんだこりゃ。アキュートのデート券。なんでそんなものがあるの？しかも場所は例の商店街じゃないの。アキュートデートできるなんてそんなのがあること自体知らなかったけどさ。でもまあ、福引きで当てたやつだよね。じゃあ、普通に配布されるようなものじゃないのかも。マリサはいらなさそうだしね。だったら使わないで捨てるのもなんだかな。じゃあ、アキュートデートしてみるか。例の商店街だわ。でも平日だからまばらだね。でも商店街にはいろいろなお店があるわね。ショッピングモールは行くんだけど、こういう商店街はあんまり寄っていかないもんな。にしても商店街でデートって。ああ、私。女の子のくせして頬を赤くして胸をドキドキさせているわよ。デートするのってこんなにドキドキするもんかしら。ドキドキする必要もないわ。いつも通りで接しましょう。私は案外緊張することが多いってわけじゃないしで。あら、あなたが小石さんでしょうか。以前連絡をくださったんですよね。まさかあの件を当ててもらうだなんて。当てたわよ。で、あの件はどうしたの？あなたが提案して作ったのかしら？はい、そうなんです。私、一緒におしゃべりしてくださる人が欲しく、それで福引きの景品にしてもらったんです。一方ではないにしろ、当ててもらった人と一緒に仲良くできるように。なるほど、そういうことだったのね。でも、その当てた相手が私じゃないのに。そんなことないですよ。私はどんな相手でもいいんですよ。だから小石さんとデートできるにしろいいことじゃないですか。あきゅう。それじゃあ私と一緒にデートしましょう。それにあきゅうはこの商店街、詳しいんでしょ？よかったら案内してよ。わかりました。ついてきてください。ふふ、紅茶が美味しいです。私は紅茶が大好きなので、場所問わず紅茶をすすればそれでいいんです。あら、あきゅう。紅茶だけでいいのかしら。いいんだよ。デートなんだからもっと美味しい食べ物でも。いえいえ、これで十分ですとも。それに小石さんの食べっぷり。驚きました。めちゃくちゃ美味しそうに食事するんですね。こうしてご一緒して食事することを見るのはお初かと。そんな見つめるものかな？私は私なりに食事しているのよね。美味しいものは思わずパクパクして食べるわ。そうなんですね。でも小石さんも味わってみてください。紅茶は美味しいものですから、アフタヌーンティーを味わうような優越な感覚はすごいものですよ。なるほど、そういうのもあるわね。あんまりアフタヌーンティーはしたことないかな。うっふ、それじゃあ次はあちらに行きましょうか。アンティーク品が置かれているお店があるんです。小石さんにも見てもらいたいものがあります。アンティーク品か。随分とお高いところね。興味はあるわ。見ていこうかしら。小石さん。ちょっといきなり抱きつかないで。アキュー、いいじゃないですか。デートですもん。小石さんと会話しているととても楽しくて、紅茶も進みます。だから抱きつきたくなってしまい。びっくりするわよ。まったく、もうお店から広い目で見られたらどうするのよ。それにアキューに抱きつかれるなんて今回が初めてよ。うっふ、小石さん、お店の前にもう一度紅茶をおかわりしますね。もう少しだけ小石さんとお話したいですし。しょうがないわねー。一杯だけよ。
小石さん、今日はありがとうございました。とても充実したようなデートになりましたね。小石さんとのゆるいトークもお店の案内も楽しくできました。私はなんだか余韻に浸っているかのようです。うっふ、楽しかったわね。でも楽しいひとときなんてあっという間よ。もうお別れの時間ね。なんだか私、今日一日が幸運だったかもしれないわ。あきゅう、あなたとより親睦を深めたわ。だからこれからは友達として接してよ。私もまだまだあきゅうのこと知りたいしさ。まあ、小石さん。うっふ、小石さん。私も小石さんと深い友情で結ばれるように触れ合っていきたいです。そしていつか小石さんとご一緒するときはどうぞよろしくお願いします。あきゅう、もしかして私のこと好きなのかしら。え、それは。ふ、冗談よ。これからもよろしくお願いね。小石さんってばもう。